山梨県南駒郡早川町千図和付近。弁天橋より上流方向南アルプス上空より見る。山梨県道37号南アルプス公園線沿いに早川が流れる。東京電力早川第一発電所一般水力発電所としては、富士川水系最大の5万1200キロワットの電力を発生する。早川は、 山梨県早川町から美野部町にかけて流れている河川である。早川町を北から南へ貫流し、美野部町を部に置いて富士川に注ぐ。流路延長7 1トル。流域面積5 1 4トル。早川町以北の南アルプス市から川は流れているが、南アルプス市の流域では野呂川と呼ばれている。野呂川は北だけ。 間の竹を源流とし、白峰渓谷を通り南下する。南アルプスと早川の境で、西の鳥とけを源流とする荒川と合流し、早川となる。かつては、富士川の支流の中でも、急流の一つに数えられていたが、水力発電所同士が、地中のパイプで送水するようになり、水量が減っている。また、流域は、急瞬の地形であり、1959年の、 伊勢湾台風の時に、甚大な被害を受けたことから、国土交通省関東地方整備局藤川、砂防事務所早川出張所が設置され、砂防事業を行っている。流域からは木材を産資金の採掘も行われ、戦国時代には、河地領主の穴山氏が漁する。早川入りと呼ばれた、木材生産は、江戸時代にも継続され、いかだによって流送されると藤川を通じて、 江戸へ改装され、天保15年の江戸城本丸消失に際しては、再建用材として使用されている。近代には、電力供給地となり、早川の水力発電所は、大正時代に、初めて建設された。2006年2月現在は、以下の4事業者が13カ所の発電施設を保有する。ありがとうございます。